速報、韓国アシアナ航空、買収中止。あと2ヶ月で破綻か。やばすぎる事態に。現代産業開発が、韓国アシアナ航空の買収をやめたようだ。4月30日が、買収予定日だったが、この日程を変更し、無期限延期とするらしい。延期とは言ってるが、今後も、航空産業が上向く見込みはないし、事実上の、中止だろう。現代グループ全体にも危機が波及しかねないことから、切り捨てたものと思われる。アシアナ買収無期限延期、現代産業開発、日程変更4、30木曜日8時16分配信中央、日報日本語版。HDC 現代産業開発のアシアナ航空、買収が無期限で延期される。現代産業開発は、アシアナ買収日程を変更すると29日、コスピー、韓国総合株価指数市場に公示した。当初予定していた4月30日ではなく、企業結合審査など取引集結の選考条件をすべて満たした日から10日が過ぎた日、新株は旧株売却の翌日、または当事者が合意した日へと曖昧に変えた。現代産業開発は、買収手続きは依然として進行中としながら、アシアナ買収を断念したわけではないとの意向を明らかにした。匿名を求めた投資銀行 IB 業界関係者は、航空業界が最悪の危機を体験していて、上半期中に買収を終えることは難しいだろうと展望した。現代産業開発と未来アセットのコンソーシアムは、昨年11月、アシアナ買収のための優先交渉対象者に選ばれ、昨年12月に兆ウォン、1800億円台の新株買収契約を締結した。ルフトハンザ、独政府との支援協議と並行して、破産保護申請もイコール関係筋4、29、水曜日15時6分配信ロイター。ベルリン、ウィーン28日ロイター独ルフトハンザ航空、ローハグ、では、約90億ユーロ、97億6000万ドル規模の支援策について、ドイツ政府と協議を進めるのと並行して、破産手続きの下で、債権者からの保護を求める可能性がある。同社関係者が28日に明らかにした。この関係筋によると、検討されている保護の下では、同社が支払い能力を維持し、経営陣が再編を実行する必要があるという。ルフトハンザはコメントを控えた。イタリア政府、航空大手アリタリアを6月に、完全国有化イコール産業省4、24、金曜日4時21分配信ロイター。ミラノ23日ロイターイタリアのパトゥアネッリ、産業省は23日、航空大手アリタリアが6月に、完全国有化されると発表した。パトゥアネッリ産業省によると、年初から、これまでのアリタリアの収入は 87.5% 減少。同省は議会委員会で政府が6月初旬に新たな会社を設立し、アリタリアの株式 100% を取得すると明らかにした。また、新生アリタリアは90機以上の航空機で新たにスタートすると表明。保有航空機が現在の113機から30機に削減されるとの報道を否定した。欧州航空安全機関、新型肺炎の高リスク地域空港リストから韓国を除外4、29水曜日7時38分配信中央、日報日本語版。欧州航空安全機関、EASAが最近、新型コロナウイルス感染症、新型肺炎の高リスク地域の空港リストから韓国を外した。28日、現地時間、EASAと中ベルギー欧州連合 EU 韓国大使館によると、 EASAは先月13日以降現在まで9回にわたって新型肺炎感染の高リスク地域に所在した空港リストをアップデートしている。韓国は7日付第7次リストで全ての空港が高リスク地域に表記されていた。しかし16日付第8次リストではテグとソウル地域空港だけが高リスク地域に含まれた。韓国アシアナ航空、もって、あと2ヶ月の土壇場4、21火曜日5時50分、配信東洋経済オンライン。新型コロナウイルスの感染拡大によって、
世界の航空会社が大きな打撃を受けている。韓国2位の航空会社、アシアナ航空は、さらなる苦境に立たされている。経営危機が続く同社は、2019年に、韓国建設業大手の HDC 現代、産業開発、HDC が、アシアナ航空買収の優先交渉対象者と決まり、買収手続きが進められていたところだった。だが今回、アシアナ航空は崖っぷち、自主経営ができるのも、長くて、あと2ヶ月という悲観的な声が聞こえている。自力では2ヶ月持たないとの声も。アシアナ航空は、自力では、あと2ヶ月も持たないという指摘も業界内で出始めた。同社は4月7日、3000億ウォン、約264億円を短期で借り入れることを決定し、これまで借入金の返済と運営資金に使われる予定だ。今回の決定は、韓国産業銀行が2019年に同社に融資した1兆6000億ウォン、約1400億円をすべて使い尽くしたことを意味する。航空業界関係者は、アシアナ航空の資金事情を考えると、1ヶ月持つかどうか。韓国産業銀行の支援がなければ、持って2ヶ月かもしれないと打ち明ける。中国航空大手2社、ゴーバージン買収検討か。2020年4月20日月曜日、中国南方航空と中国東方航空が、オーストラリアの航空会社バージンオーストラリアの買収を検討していることが分かった。クイーンズランド、QLD 州政府が仲介しているとみられるが、バージンには、まだ正式な提案が出されていないという。韓国、文政権を襲う、失業パンデミック危機。コロナ禍&外交問題で、失業率悪化、指揮者、今は、不況が隠れていると見るべき。韓国の総選挙は与党、共に、民主党が勝利したが、ムンジェイン大統領就任以来の重荷である、経済問題が火を吹くのはこれからだ。新型コロナウイルスによる影響だけでなく、強まる、反日姿勢で関係が冷え込む、日韓関係や在韓米軍の、駐留経費負担増など、失業や企業破産が相次ぐ、失業パンデミックの危機に直面している。韓国の1から3月期実質国内総生産、GDP、速報値は、前期比で 1.4% 減。リーマンショック直後の2008年10から12月期 3.3% 減以来の大きさとなった。4月1から20日の輸出額は前年同期比で約 27% 減少。韓国は輸出に依存する経済構造で4から6月期には GDP への影響が本格的に現れるとの見方が多い。深刻なのは雇用だ。3月の就業者数は2660万9000人で、前年同月比で19万5000人減った。中央日報、日本語電子版は、就業能力がありながら働くことのできない人が237万人と、過去最大だと報じた。シンクタンクの韓国経済研究院は、経済成長率が 6.7% 減まで落ちた、倍に33万3000人の新規失業者が、発生する可能性があると分析。この危機的状況を失業パンデミックと称する韓国メディアも現れた。企業経営も厳しい。負債を返済することができずに破産に追い込まれる企業が3月時点で前年同月比 1.5 倍に急増した。企業による破産は5から6月にピークを迎えると予想している。朝鮮半島情勢に詳しい龍谷大学の李相哲教授は、韓国経済が厳しいのは、新型コロナウイルスが感染拡大する前からの問題で、主力産業の自動車や半導体は軒並み落ち込んでいる。失業率も悪化が止まらず、むしろ今は新型コロナで不況が隠れていると見るべきだろうと指摘する。新型コロナウイルスによる打撃から脱するには、国際協力も不可欠なはずだが、幼稚な、反日の機運ばかりが高まっているようだ。韓国大統領府、青瓦台のサイトには、新型コロナウイルスの検査キットの名前を、島根県、竹島の韓国名、ドクトを命名しようとする請願に38万人を超える署名が寄せられた。
日本への新型コロナウイルスに関するサポートをしないことを求める請願まである。半導体の洗浄などに使う、フッ化水素について、韓国メディアは国産化を目指すなどと報じているが、財務省の貿易統計を確認すれば、今も日本依存を続けているのは明らかだ。日本との通貨交換、スワップ協定再開も身勝手な願望ばかりが、先走っており、日韓関係を改善して、景気回復の糸口にする気は、さらさらないらしい。問題を抱えるのは、日韓関係だけではない。2020年以降の在韓米軍駐留経費について、トランプ米大統領が、韓国側の提案を拒否した。韓国側の提案は、負担額を約 13% 増額するものだったという。額にして、約1兆1739億ウォン、約1021億円で、通貨危機以降最大の引き上げとなるが、トランプ氏は、さらなる増額を求めて突っぱねた。前述の李教授は、米国のビジネスライクな姿勢は、文政権には当然、打撃となる。日本との関係も経済面を考えるのであれば、融和の姿勢を出すべきだが、北朝鮮との関係がうまくいかなくなった時のために、日本と緊張関係を作っておいた方が良いと判断しているのだろうと推測する。すべての支援方式を総動員すると語る文大統領だが、どこまで実を結ぶ手を打ち出すことができるのだろうか。感染沈静化の韓国、各地に人出大型連休は、再拡散の分水嶺。新型コロナウイルスの感染が沈静傾向にある韓国では、30日から大型連休が始まり、全国の観光地やリゾート地には人出が戻っている。今年は5月5日まで6日間の飛び石連休で、韓国メディアによると、国民の4割が連休期間中に旅行を計画している。南部のチェジュ島には、連休期間中、18万人の観光客が訪れる見通しで、韓国空港公社は5月6日までのソウル西方の金浦空港チェジュ間の運航便は1日平均238便、計1670便になるとみている。ソウル駅から地方各地に向かう高速列車の切符も4月29日の時点で多くが売り切れとなり、30日には満席の列車も続出。首都圏から地方への高速道路でも30日、午前から渋滞が目立った。30日は、釈迦の生誕日、旧暦の4月8日の休日で、ソウル中心部の寺院には、朝から高齢の信者が大勢集まり、感染の収束などを祈った。チェジュ島や、明峰の石岳山、ソラク山がある東部のカンウォン道のリゾート地では、宿泊施設の予約率が上昇しており、ほぼ満室となったホテルもある。感染拡大で一時は 10% 台に落ち込んでいただけに、業界関係者は歓迎している。韓国当局によると、30日午前0時時点での新規感染者数は4人にとどまり、いずれも海外からの入国者だった。国内での新規感染はゼロで、2月に新興宗教団体の信者らの集団感染が判明して、以降は初めて。全体の感染者は17,065人で、死者は前日から1人増え、247人となった。また、韓国政府は30日、15日に投開票された総選挙に関連した感染事例は現在までないと明らかにした。14日間の潜伏期間が過ぎたため、発生しないとみられるとしている。一方で、新型コロナ、感染は、まだ進行形だ。防疫対策本部として、警戒を緩めていない。韓国では、今回の大型連休は、感染事態の分水嶺、韓国メディアと受け止められており、連休中の国民の動向や、当局の対応が、感染の沈静に向かうか、再拡大を招いてしまうかを左右するものとして注視、されている。